んな感じになりそうですかね。ねえ、このまま天気持ってもらえばいいとは思うんですけど、外で、希望としては外で、そうです、できるだけ外でやりたいですね。なるほど。そうなんです、お客さんもやっぱりですよね、できればって言ってくれる人が多いので、はい、山の神と言われている僕の曲ですとあそこの大きな雲がこっちに行かないで、はい、こう元に流されていってくれれば、はあはあはあ、はい、このまま行けるとは思うんですけど、うん、それとあの花火とかもあるんですけど、はい、そうです、素晴らしいです、ね、花火はあの山の頂上から上がるんです。え、あ、そうなんですね、はい、去年と違いますよね。そうなんです、去年はもうゲリラでやったんです。あのご近所の承諾得ずにゲリラでやったんで今年はちょっとまずいなと思って、はいはい、一応外であげる予定なんですけど、まあ、待機時間があるのでちょっとだけ体育館に待機してもらうように一旦入って、はい、でバッと出て、そうですね、なるほど、いい方法ですね、はい、リストバンドになります。どうも、どうも、おー、この間はどうも、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。家具に当たって一言ですか。何を書いたんですか。こんにちは、長野インターネットです。こんにちは。あ、こんにちは。今日はなんか水増しということで、そうです、何か字とか絵とか描いてるようですけども、はい、何を描いてるんでしょうか。いや、もう上田に対する愛ですよ。このいろんな人たちがいて、いろんな思いがあって、はい、いろんな愛がある形を今ハートで表現してます。はい、雨が止めばいいですね。そうですね、なんか外で、はい、花火も上がるそうなの。ね、そうです。みんなの本当になんか思いが詰まってるので、日頃の行いもいいので、止んでくれることを今から楽しみに。今日はじゃあ頑張ってくださいね。はい、はい、楽しみます。書いてるとこ。書き終わりました。なんと書いたんでしょうか。夢です。みんなの夢を乗せて。ああ、いいですね。夢の中に夢があるという。はい。素晴らしい絵描いてます。ありがとうございます。これはお耳ですかね。こんにちは、長野インターネットスープと申します、はい、自己紹介お願いします。あ、長野大学のサークルの水町というサークルの代表をしております白石と申します。今年で何回目になるんでしょうか。今年でイベントは2回目になります。2回目、はい、あいにくの雨ですけども、前回もなんか雨、雪だったとかってお聞きしたんですけど、どうですか、今年は何とか行けそうでしょうか。そうですね、雨が降ってるのでちょっと室内で、室内でね、あ、ちょうどあのアリーナ、はい、いいこうスペースがあるので、はい、今日は何人ぐらい来れそうなんですか。そうですね、ちょっとまだ数えてないんで分かんないんですけど、何件ぐらい出たっていうか販売できたんですか。まあ、全部で200くらいは。でも雨って来れないとか都合が悪くて延期しちゃったので来れないとかっていうのもお話は聞いてるので、ちょっとそれは、あ、中には、まあ、せっかく購入されたけど、はい、雨のために来れない方もいらっしゃるかもしれないってことです。そうですね。どうでしょうか、意気込みをちょっと。まあ、室内でも楽しめるイベントにしたいと思ってるので頑張ります。頑張ってください。はい、大変長くお待たせいたしました。それでは消灯、どうぞフライヤーパンを持ち上げてください。
照らしたいという思いを込め、水町から個性豊かで温かな光をお届けしたいと思います。お客様への感謝の気持ちを込めて、ささやかながら少しだけペンライトを振らせていただいております。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、インターネット補足と申します。はい、どうも、こんばんは。どうも、お疲れ様でした。スカイライダーで行われましたけども、どうでしたか？素晴らしかったですね。初めてね、参加して、はい、まあ、ちょっと体感室内でっていうことだったんですけど、すごくね、綺麗で、まあ、写真もいっぱい撮ったけど、やっぱ実際見てる方がね、すごくいい景色だなって思いました。まあ、いろんなね、花火とかもすごく綺麗ですけど、こうやってみんなでね、お金出し合って物を作ってね、でみんなで集まってあげるっていうのはね、すごくいいなと思いました。なんかバルーンが上がってくる、こう幻想的な、そうですね、すごく幻想的でしたし、まあなんかコロナとかね、いろんなウクライナのこととか、やっぱり暗いね話題が多いですから、まあ、少しみんなね、心が癒されたんじゃないかなと思います。そんなこう願いを書いてあげたと思うんですけど、そうですね、井出さんはどんなことを書かれましたか？私はトンガのね、支援のランタンを買ったんで、まあ、やっぱり、ね、そういう困ってるところとね、まあ、こう助け合いっていうかね、そういうことが広がっていけばいいなと思います。今後どんな風にこう盛り上がっていけばいいんでしょうか？そうですね、まあ本当に今菅平もねコロナで大変ですし、まあ、そういう中で大学生の、ね、皆さんがこういう企画やってくれて、菅平はもうラグビーとか、ね、スキーとか、まあ、そういう本当に学生の街っていうこともね、言えますから、これから本当にそのスポーツと学生の力とで、もちろん地元の力でね、なんとかコロナ後の反転攻勢をねしていってほしいと思います。ぜひ井出さんも一緒に、はい、頑張っていただきたいと思います。頑張ります。今日はお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット補足と申します。すいません、自己紹介お願いします。はい、長野県議会議員の山田秀樹と申します。今日スカイランタンすごい楽しみに、この日もう2回延期になって今日ですので、すごい楽しみにしてまいりました。でただまあ外は雨だったので、体育館の中でということだったんですけど、まあ、体育館の中はこう人がこう、まあ、密集という集まって、上げられたっていうのと、なんか外よりも綺麗に見えたんじゃないかなと思います。前にも一回スカイランタン上げたことあるんですけど、外だとこう揺れちゃって他の人とこう絡まったりして、それをほどくのに時間取られた経験があるので、中は中で良かったかなと思います。なるほど、そういう取り方もありますね。そうですね。どんなこう思いで来られたんでしょうか？そうですね、特にコロナでイベントだとかが中止になってしまっていて、でやっとこう少しずつ活気が出てきてる市もあると思うので、そういう部分の、まあ、このイベントを通してまた地域の活動をいろいろこう再開していきながら元気を取り戻していければいいなと思いました。ぜひ山田さんも一緒に頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今イベント盛大に終わりましたね。そうですね、終わりました。それにはだいぶこう苦労されたとお聞きしたんですけども、はい、どうなんでしょうか？そうですね、コロナの影響で結構延期になったりとかあったので、それがすごい大変でしたね。何回延期になったんですか？計1回なんですけど、予定してたのは2回で、今年で2回目ということですね。そうです、2回目です。はい、まあ、2回目の代表ということで、はい、大役だと思うんですけれども、何か苦労されたことってあるんでしょうか？そうですね、自分自身ちょっとまとめる力が最初あまりなかったので、なんか不安ばかりだったんですけど、まあどうにかみんなが支えてくれて、リーダーとして務め上げてくれたので、すごい良かったなと思ってます。実行委員会とか、あるいはその、まあ、企画するにあたっていろいろ大変だったと思うんですけども、その辺どうですか？そうですね、何回もちょっと会議をさせていただいて、クラウドファンディングの時には結構お世話になりまして、すごい感謝してますね。まあ、今日はあいにくの雨になってしまったんですけども、はい、まあ、雨だからこそこう室内でやることに、まあ、
実行できたと思うんですけども、はい、かえってその方が良かったかななんておっしゃってる方もいらっしゃいましたけど、はい、その辺どうでしょうか。そうですね、風も天候の影響も受けないので、あの室内で打ち上げができたのはすごい良かったのかなと思いまして、またあのそうです、ね、2回目来てくれた方には違う景色を見せて、見せることができたのですごい良かったなと思います。何かこういろんな願いが思ってあげたと思うんですけども、そうですね、いろんな願いが上がってるのを見て、まあ、すごい空に届くといいなっていうふうに思っています。白石さん自体はどんな願いを込めたんでしょうか。そうですね、やっぱりなんだろうまあこのイベントが無事に終わりますようにっていうことですかね。今後はどんな風に活動されていくんでしょうか。そうですね、地域の方々と、まあ、地域のためを思って活動できたらなとは思っています。今後もぜひ頑張っていただきたいと思います。 ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございました。こんにちは、長野インターネットスゴと申します。すみません、自己紹介お願いします。はい、菅平プリンスホテルの大久保と申します。大久保さん、はい、今風船を上げる、はい、イベント、はい、行われましたけど、はい、それについてお願いいたします。はいはい、このイベントは2021年の3月に第1回目の、はい、イベントが行われまして、まあ、その当時っていうのはあのコロナ禍が始まってまた真っ最中の時で、菅平高原の冬のお客様も夏のお客様も全く菅平に来ていただけないという状況が続いていて、長野大学の学生さんが、そんな菅平を盛り上げようというところで企画してくれたイベントです。まあ、本当に今日、まあ、アリーナのあいにくの雨だったんですけども、はい、まあ、アリーナの中でできたんですけど、はい、本当にこう感動しましたよね。そうですね、本当はなんか外でできたらいいなっていうのを考えてはいたんですけど、うんうん、最後まで判断見せてましたよね。で逆に中であのランタンを上げることによってああいう世界観作れたと思うので、何回もやり直しできましたもんね。そうですそうです、 そうです。当初の、まあ、去年の、スカイランタンのイベントではあの暖色だけじゃなくて、はい、まあ、ピンクがあったり緑があったり青があったり、いろいろな、そうですよね、なんかちょっと違うな、そうです、それでやったんですよ。で今年は一色で行くっていうのも早い段階で彼女たちは決めていて、だからそれも今日のあの世界観を見たら、はい、なんとなく納得ができて、うん、こういう空気を作りたかったんだなっていうのが、その本物を見てちょっとよく分かりましたね。この水町っていうサークルのすごいところが、そういうところで、まあ、第1回のイベントで関わった、まあ、僕らも含めていろいろな方々との出会いをしっかりその後もこうつなぎ止めて、いろいろなところで例えば菅平で別のイベントがあった時にお手伝いに来てくれるとか、それはいろんなところでこの子たちはこうやっていて、今もそうだね。そうですね、そうです、だからこそこういうイベント第2回目ってなった時にもっとその輪が広がって、うん、1回目よりも大きなイベントとしてこ うまくこう回ってきたんじゃないかなと思います。大久保さんとしては今後どんな風にしていこうと思ってるんでしょうか。はい、そうですね、まあ、このイベントで学生たちがもう一生懸命菅平を盛り上げようとしてくれたことや、はい、県外からこの上田市とか長野市だけの町だけじゃなくて県外からもこういうイベントに参加してくれて、うん、盛り上げに来てくれているお客様の姿を見て、うん、まあ、去年一昨年と、まあ、停滞した感じで菅平の集客っていうのはままならない感じだったんですけど、うん、もうこのイベントを機に元気出して次の夏に向かっていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。ぜひ目に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。